1930年頃の製鉄所マグニトゴルスクは、ロシア連邦、チェリアビンスク州の都市、ウラル山脈南部の登録に位置し、町は、ウラル川の両岸に広がる。人口は42万7800人。住民の81.5%が、ロシア人。その他、ウクライナ人、タタール人、バシキール人など。市名を訳すと産、磁石山学士。 ほぼ純粋な鉄鉱石でできたマグニトナヤさんにちなんで命名された。多くの鉄鉱コンビナートがあり、ロシア連邦の鉄鉱業の中心の一つである。18世紀の終わり頃に鉄鉱床が発見された。1929年6月に夜勤工場が建設される。1931年に都市として登録される。1930年代に スターリンによる5カ年計画によって急速に発展し大規模な工場を中心にモノゴロドを形成した。かつては閉鎖都市であったがペレストロイ海港は解放された。かつて世界最大の製鉄所があるなど豊富な工業を有していたが近年は枯渇しつつある。マグニトゴルスクにはマグニトゴルスク国立工科大学とマグニトゴルスク国立音楽院の2つの大学がある。 劇場は、プーシキン劇場、人形劇、バレエ、歌劇場の三つがある。それ以外には、歓弦楽団、美術館、郷土史博物館もある。ありがとうございます。